今回の高校サッカースター列伝は山城高校のミッドフィルダー石塚啓司です。 184cm の恵まれた体育ながらスピーディーであり細かな技を持つテクニシャンタイプのプレースタイルから和製フリットと称され、当時のヴェルディ川崎に内定。第71回全国高校サッカー選手権大会では怪我のため決勝戦22分のみの出場となったが、交代席満員の国立競技場は大歓声に包まれた。また歓声流す気に加え、高校生らしからぬ茶髪にピアス、アクセサリーなどの格好にも注目が集まった。今回は石塚の高校時代のプレーやエピソードを振り返ります。京都生まれの石塚は小学4年で京都サンガの前身である京都志向クラブでサッカーを始め、中学時代には関西選抜に選ばれた。高校は地元の山城高校へ入り、高校3年時には高校総体に出場。1回戦では東光学園を PK で下し、2回戦の室蘭大谷戦では延長で敗れたが、石塚のプレーが注目を受け、長身ながらエレガントなプレー、そのヘアスタイルも含め和製フリットの異名を取るようになった。そのプレーは当時ヴェルディ川崎の鬼木隆の目に留まり、ヴェルディ入団が内定していた。第71回全国高校サッカー選手権大会京都府予選を勝ち抜き、全国大会出場を決めた。しかし大会直前のガンバ大阪との練習試合で右足小指を骨折してしまう大怪我を負ってしまい、選手権を迎えることとなった。この年の5月に J リーグが開幕し、J クラブの下部組織がまだ充実していない中、高校経由でプロ入りする選手がほとんどで、高校サッカーにスター選手が集まっていた。前回大会優勝の帝京と四日市中央工業、長崎の国見、高校総体優勝の徳島市立、当時優勝候補筆頭と言われた桐蔭学園、南宇和、武南など強豪校が揃い、さらに石塚が怪我で出場できないこともあり、山城の全評判は高くなかった。しかしチームは石塚のために頑張ろうと一致団結し、快進撃を続ける。初戦の郡山に8対0と快勝すると、2回戦では優勝候補筆頭と言われた桐蔭学園に押されながらも PK 戦に持ち込んでの勝利。準々決勝の四日市中央工業戦ではチャンスを作れず、劣勢の中0対0で踏ん張り、2度目の PK 戦勝利で国立行きを決めた。準決勝での習志野戦も苦しみながらも2対1で勝利し、石塚抜きのチームがまさかの決勝進出を決めてしまった。決勝まで石塚は全く出場することはなかったが、チームが勝つことで試合の状況やニュースなどで石塚が紹介されることで、高校サッカープレーヤーらしくない茶髪などの外見、東京ヴェルディ内定、超高校級などが紹介され、特に石塚のプレーを見たことのない視聴者は大きな期待を寄せることとなった。果たして今日は石塚の出番があるのか、それとも明日の決勝戦に出番があるのかどうか。本田監督です。イレブンを拍手で迎えました。やり方を間違えたかもしれない。ゴール前へボールを放り込むような。山城の決勝の相手は長崎の国見、劣勢が予想されていた山城のスタメンに石塚の名前がなかった。この試合国見にはチームメイト永井秀樹の弟が出場しており、後に石塚もチームメイトとなるためラモス・ルイや武田が応援に駆けつけた。国見は長井のね弟がいますしね、山城は松山さんとは先輩がいるんで、どっちも頑張ってもらいたいな。怪我しないように頑張ってくださいね。読売で待ってますから試合開始から実況では石塚を持ち上げ、出場への期待を促していく。12月の21日右足の指を骨折しまして、これがもう大会前から注目されていた選手だったんですが、このエースの負傷が帰って山城高校のチームをまとめることになりました。そしてその石塚武器で決勝に進んでまいりました白いユニフォームの山城高校です。そういうことがよくあるんですね。はい、評判の大型のねスキルの大きい選手だと聞いてますけれどもね、はい、J リーグでも活躍することになってますが、その1試合も出てないんですね。今日いつ投入してくるか、まあ、最後の決勝という場面で出るかもしれません。あっとこれは今ホイッスルがありましたね。
かりましたか。これは栃木高校10番三浦、これが失火です。これが失火です。冷静にね、今は入ってましたけどね。キックオフから試合巧者に勝る国々が前半25分に先制ゴールを挙げ、後半13分でも三浦篤弘に左足で豪快なミドルシュートを決められ、山城は苦しくなった。試合中も石塚出場の期待を寄せる。控えの選手全員がねウォーミングアップ始めたんですよ。でその中に石塚も入ってます。石塚いますね、ただ今ピンチなんでね、はい、立ち上がってみんなで試合を見てますね。これが監督の前田さん、髪を染めているのが石塚選手であります。石塚圭司、1メーター82センチ77キロ、この人が山城高校のゲームメーカーです。この石塚を抜いて決勝に勝ち上がってまいりました山城高校です。まあ、サッカーでは先ほどから松本さんおっしゃったように、たくさんの選手を見ても最高です。これは三浦高校、得点に結びつきません。松本さん、はい、山下親戚ですけども、先ほどからサッカー部の選手たちがですね、石塚出てこいという石塚コールを盛んに送ってるんですね。これがやっぱり、この山下にとってはキーポイントになりそうな感じがします。北澤さん、そして自分のチームが決勝に来て、しかし無双で出られない、この気持ちは、まあね、天皇杯で北澤さん出られなかったと同じようになってしまう。辛いでしょうね。まさか、それからね、石塚君のお母さんにお話聞いたんですけども、全然電話もしてくれない。足は痛いんですかね、どうなんですかね、どうぞ放送してる方に聞いてくださいと、そういうふうに言ってました。軽くジョギングはもうしてますからね。ただどうなんですか、足の指の骨折、亀裂骨折というのは、また大事を取らないといけないという、まあ、これ監督の前田さんもそうでしょうし、もう気持ちとしてはね、なんとも言えないでしょうね。踏み込んだりですね、ボールが当たるとやっぱり響きますからね。痛いですね、しびれるように痛いんですよね。まあ、まあ、いでもしてですね、同情して監督さんが出してきた本能が、その辺がね、はい、まあ、この戻ってきますか、はい、山城ベンチですが、石塚がね、そしていよいよ山城の秘密兵器救世主が登場するということで、国立競技場は大歓声に包まれた。今大会初めて、今大会初めてついに石塚を出します。石塚コール以上高校級と言われました。この石塚が選手権大会決勝後半17分で出てきました。まずはさあ山城高校2点台の内打てません、打ち打てません、川端が打っています。15番の水岡と交代です。石塚は痛み止めは打っていないということ。打っていない。松田さん、応援席石塚コールは沸き起こってます。はい、さあこれで流れを変えるか。石塚ずっと初戦から出ることはできませんでした。この石塚まで回りました。みんなやってきた、待ってたと同じ音を聞きました。でもです、だからね、1回戦の水岡君ね、大事と思ってましたよ。初めてセットですよね、よくやりました、ご苦労さん。そして石塚とピンチ、1メーター82センチ77キロ、この山城高校の伝説カーです。両チームとも7番が素晴らしいですね。君高校は長い、山城高校は10番、ね、おお、なんと前に石塚になりましょう。石塚もっとパスを出した、おお、いいぞ、おお、いった、石塚ゴール前いった、石塚いった、もらう、石塚もらう、ブランキーのちょうど外側、この山城高校は東院高校、それから四日市中央工業高校いっぱい PK やってるんですが、ベンチに石塚はゆっくりともしない、心配そうな顔もしない、そしたらこうして見ている。なんかチームお心だなということを雰囲気持ってますね、今のなんかボールタッチはなかなかね、いいですか、いいですよ、いいですね、変わりましたね、変わりましたね、そうですか。さあ残り20分になろうというところ、これで山城高校流れが変わって、まずはもう惜しいですね、これね、雰囲気がいいですね。山城高校石塚パス、いいパスです。そしてこれからどう出すか、1回返す、2番のキム、2番のキムです。まもなく31年ぶりの決勝進出、過去準優勝1回、熊本厳重選手がおりました、その時準優勝、はい、さあ
中盤に上げたようですね。あさあ石塚、これが石塚です。石塚、ではいいと思いますね、はい、2対0リードを許しておりますが、しかし山城高校大前線です。今日は6戦目、1回戦郡山高校8対0あと30秒山城高校10番の今口、山城石塚パス、ナイスパス、はい、いけ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 、さあ乗った乗った、打て打て、いけるか、壁は3人、打てるか、持ち込んだ、シュートはどうだ、持ち込んだ、打たない、もう1回生きてる、さあパスは出せない、試合終了。試合は2対0で国見が勝利し、山城は大健闘の準優勝となった。わずか22分間の出場で7年連続7回目の出場で3回目の優勝であります。そして小峰監督かなという気もしなかった。わずか22分間の出場で痛みをこらえながらのプレーだったが、石塚登場後空気が一変し、ボールを触るたびに大歓声が爆発する。選手権99回の歴史をもっても短時間でファンの心をわしづかみにした高校生はいなかった。茶髪、ピアス、指輪など自己主張の強い外見にちょっとした憧れを持った人もいたに違いないし、相手の国見が全員坊主頭だったこともあり、勝った国見の選手でも西塚の存在が引き立ってしまったのかもしれない。全部の力ですから。ここからは高校時代の石塚にまつわるエピソードを紹介していきます。石塚はインタビューの中でチームの快進撃について次のように語っていた。大会前は1回戦か2回戦で負けるやろと思われていたチームが、俺が怪我して出ないことで逆に団結して決勝まで行っちゃったわけやから内心は複雑よね。だってそれまで俺がエースやと思っていたのに、なんで俺が出てへんのに勝ってんのって。チームが勝ち上がる中出たくても出へんというのでイライラもしていて、その態度がまたふてぶてしいって言われたりしてね。決勝に出られたのはもちろん嬉しかった。でもはしゃいでもかっこ悪いしクール見せなあかんって思って難しそうな顔してね。今思えば夢みたいな時間やったと、複雑な心境とチームメイトへの感謝の言葉を口にしていた。石塚は大会前の練習試合の怪我によって決勝まで出場できなかったのだが、本人曰く選手権大会前のガンバの B チームとの練習試合で相手選手をおちょくってたら削られて怪我したとのこと。これは自業自得だったと言うしかないのか。当初石塚は大会で決勝にも出場する気はなかったとのこと。確か準決勝くらいで監督に記念で1回出るかって言われても出るわけないやろって感じやったけど、決勝前にもう一度出るかって言われたらほな出よかみたいになって、そんなに簡単に出るのもかっこ悪いってのがあったけど、決勝ならいいかみたいな。ただスパイクもユニフォームも持ってなくて、兄貴に新幹線で持ってきてもらったんちゃうかな。それで決勝に出たらなぜか盛り上がってしまって、実際足はすげえ痛かったけどね。と、今の選手権とレギュレーションが違って決勝が翌日だったため、お兄さんが急いで持ってきたことが想像できる。茶髪にピアスといういでたちが高校生らしくないとクローズアップされ、石塚には思わぬ批判の声が湧き上がった。ふてぶてしいってね。1回戦と2回戦の時もベンチ脇でふんぶり返っていたらそれが噂になったりして、でも俺にとってはサッカーしたいのに激震ってなって、それでも見てなあかんって拷問みたいなもんや。だから超不適されていた。学校にも後からクレームが来たらしいけど、大体山城は京都の公立校で金髪、ピアスは当時は普通やし、パーマ当ててるやつだっておったし、全国大会に行ったから急にやれ金髪だって言われても何を言ってはんのって。相手がチーム全員が坊主だった国見だったから際立っていたんちゃうかな。金髪って言われても安い脱色剤を使って軽く髪の色を抜こうと思ったら
そのまま寝ても打て、えらい色になってしまっただけ。黒に染め直すお金もないし、もうこれで行くしかないやろって。今も昔も選手権兵石塚のようなスタイルで出場した選手もいなかった。それだけ尖っていたし、強い個性が出ていた。土曜日に練習があって、日曜日に試合がある。そしたら土曜の練習の後、一度家に帰って次の日の荷物を用意して三条京阪駅のロッカーに入れて朝までディスコ。それで日曜はそのままグラウンドに向かって、試合の15分くらい前についてやりますかって試合に出ていたらしい。他のメンバーは試合の2時間くらい前からアップとか準備していたらしいけどな。俺ももう忘れても打てるから本間かどうはわからんけど、そうらしいって言われるわ。出れば活躍していたからね。これでも昔はサッカーがうまかった。部活を辞めるとか言われたら面倒くさいだろうし、ただ普通の練習は嫌いやったけど、ボールを使った1対1とかミニゲームは大好きで、小さい頃からボール遊びだけはようやっていたのは間違いないからね。そんな状況でも監督やチームメートとの関係がうまく保たれていたというのは、石塚のどこか憎めないキャラクターがあったからだろうか。高校卒業後の1993年にヴェルディ川崎に入団。翌1994年のニコスシリーズから出場機会をつかむと、同クラブのステージ制覇とチャンピオンシップ制覇に貢献したが、ヒーローインタビューにおいて、優勝目指してる、僕を試合出したら優勝できるんで、よろしくお願いしますと発言し物議を醸した。2002年7月に退団した後は、シンガポールやアルゼンチン、パラグアイやイタリア、クロアチアに渡って、練習参加やテストを繰り返し、翌年1月から川崎フロンターレに、同年9月からは名古屋グランパスに所属したが、この年29歳で現役を引退。その後自ら立ち上げたアパレルブランドで約7年代表を務め、2012年よりスペインへ移住し、ブエナビスタというアパレルブランドを立ち上げ、2014年にはバルセロナにうどん屋よいよい祇園をオープンしている。いかがでしたでしょうか。99回の歴史を誇る高校選手権でも注目され、途中出場であれほどの大歓声を集めた選手はいなかったのではないでしょうか。100回大会以降の石塚のようなスター性を持った選手が出てくることに期待しましょう。今回の動画はここまでです。良ければ高評価、チャンネル登録いただけると動画作成の励みになります。よろしくお願いいたします。